もう言うんですか。イオン TV。はい、一人ですよ、まさかの。信じられないでしょ。信じられないことが起きてますよ。これから来るんじゃない？続々と。これね、おはよう、寝起きだよ。いやいや、他の人たちね、こっちが聞きたいですよ。寝起きですよ。どうする、これ30分ぐらいあるんでしょ。マジか、騙された。みんなも騙されたと思って雪降ってるよね。眠いなんてもんじゃないよ、もう。どうするか。もう今誰か呼ぶ？参ったな、もう。今電話とかしてみようか。何この回。放送事故ですよ。なんか何して遊ぶ？呼び出ししようか。みんなどうしたんだろうね。参ったな。雪で来れるやろ。どうする？言ってくれた人をじゃあ呼ぶことでしょうか。結城店長ね、放送見てますっていう報告が今来ました。バカかなと。そうそう、来ますよ。流星大王はどうしたんですかね。いや、雄大さん呼べるか。まず流星さん呼びましょう。何これ、ドッキリかなと思ったわ。リュウさん電話しますか。何この回、これ何人ぐらい見てくれてるんですかね。七瀬呼んじゃう。いやー、びっくりしてるわ。もうね、僕も寝起きですからね、頭回ってないですよ。助け呼びましょう、リュウセイさんに。出ないです。どうしようか。どうしようかしか言ってないよ。あの滝谷流星、熱でダメです今日。渋夏ね、やっぱし。こうなったら安定の渋夏。これこ、あ、監督渋夏に連絡しますか。ちょっとやめてよ、あの
今回を機にこれを見なくなるとか、どうせ大地しか出ないんでしょみたいなのやめてくださいよ。うわびっくりした、もう目やにとかもついてそうですからね。何これ。今日ねだから、昼から夕方までバーの方ね、あのグリムでやらしてもらってるんで、今日もね来れるかなと思ってね、まあ、しっかり来ましたけど、なっちゃん電話しますか。もうちょっとなんか7世推し多くない。いやー参ったな。そうそう、え、大地実は真面目なんです。え、シブラスも出ません。これどうすっから、どう、あーこれそろそろあのあれじゃない、結城店長が来るんじゃない、そろそろ。ナチ呼ぶもん。そろそろ結城店長来るんじゃないかな。すいません。はい。ございました。ね、何？ごめんなさい。あの熱の下りなんだったの。いや、やばいっす。おっせ。やめろやめろやめろ。あれ？ちょっと遅いよ。ナチさんいないですか？じゃねえわ。間違えた。結城いないですか？え、区役所になるの？ああ。皆さん遅くなりました、すいません。来たよー、りゅうちゃん来たよ。プラスのパーティーです。じゃじゃん。何やってたんですか今。何もやってない、電話してたわ。誰も来ないからね。え、なるみもいないですか今日。誰もいないですよ。雪だから。アホか。あ、雪降ってますね今。ひどいでしょ。いただきます。乾杯すんの。何ね、飲んでたけどね。いや、水うまっ。あさあ、何しますか。雪すごいよ。ボーボーですね、うん、今日は何かが起こるんじゃないのかなって。ナッチ呼んでって来てます。うん、なんかね、ナナセとね、ナッチ推しがすごいですよ。呼びましょう。ナッチ君、番号わかんないっす。これ、何人見てるとかわかんの。俺これの使い方がね、分かんない。何人見てるか分かんないんじゃないですかこれ。これ何人見てるか分かるんですか。1000ぐらいだ。すごいっすね。1000。へえ。あ、もう1000人の人の前で俺一人で晒されてたわけですか。これはそういうわけです。ひどいっす。何しますか1000人の前。これね、リュウさん来たんでね、あの前髪大丈夫これ。ない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 。ちょっと俺一回タバコ吸ってきます。あ、わかりました。ちょっと行ってきます。よし。プラスマパーティー、すいません本当に。1000人くらい今から結城が来るんで、あの質問今からコメントじゃんじゃん拾っていきたいと思います。てーれん。うんうん、なちくん、なちくん多いですねコメントが。なちくん電話してみて。結城店長遅刻、七瀬呼べ。今日は2人ですか。今日本当あと2人来ますね。あの、結城と鳴海が来る予定です。次回に、あの、あ、来た！来た！お待ちしました。次回はあの、スバルたちのメンバーでお送りしますので、今日はあの、3人で。早く！リュウさんいる！風邪ぴきさん！イングルじゃなかったですか？わかんない、後で病院行く。やばー、大さんありがとうございます。どうでした。ちなみに流星さん最近めっちゃニコ生出るよね。出るんですよ。でも多分今日がラストじゃないですかね、こんないっぱい出るのは。おはようございます。来ました。ティーリン、どうも、はじめまして。始まりゆきです。よろしくお願いします。はぁ、
すごいっすね。赤白よね。え、なんで遅刻したんですか。いや、まあすごいっすよ。こんな東京で雪降るぐらいに降りましたからね。もう積もってるでしょ、今。はい。いや、僕電車で40分ぐらいかけて出勤するんですけど、電車ないんでチャリ乗ってこようかなと思って、朝起きて玄関開けた瞬間の、あ、終わったな感、終わったな感が、あ、もう無理やと。積もるのかな。絶対積もる。いや、これはやばい、今これやばい。もうこんぐらいです。もう完全にやばい。足滑る。え、みんなまだ見てない外、今見た方が、今見てほしいですね。今見てほしい。ここ携帯持ったまま今見てほしい。なんか雪の降り方が、なんか雪国のエグザイルとかだよね。いや、ちょっとそれは雪の降り方がいい。それはよくわかんないです。あ、お疲れした。あ、お疲れっす。なるみが酒持ってくる予定なんですけど。あ、来た、なるみ来た。早くちょうだい。大雪ですか。いや、大雪まではいかないけど、もう大雪になるんじゃないのかなってぐらい。本日ね、営業をやめて雪合戦大会します。イエーイ。あー、はい、今こっちは降ってない。どっち、さっき電話して、店からここ来るまで20分は。関東じゃないので見れません。あ、関東だけなんですね、降ってるのは。ダメよ。あ、なるべく自己紹介しようか。いや、もう見切れてるよ。買っちゃう、こっち、こっち。やってよ。降ってない。やっと揃った。最初はね、一時はどうなるかと思ったね、最初ね。タクシーの中で大地さんのピンのニコ生を見続けて、うん、サンタクロースやほら、見てこれ。いや、雑、すごっ。ちょっと俺ワイドだから、ちょっともうちょっとこっちにもズババやったっすね、さりげなく今。ズババ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 。しかもなんかこれWi-Fi 飛んでんな。聞いてください、これ、あの九州降ってません。あ、九州から見てくれてるんですね。すごい、みんな遅刻。ふんふん。お、九州に持ってきた。嬉しい。あ、本当みんなお酒持ってない。じゃあ早く、あの、一体乾杯したい。4人の中で誰に抱かれたいかアンケート聞こうよ。出た。すぐアンケート取れるから、すぐ取れるから。ここのスタッフさんみんな優秀だから。これ毎回言ってるんですけど、これ個人の LINE のっけないの、内側のいる会話。ああ、そっか。個人的にね、LINE してくれたらね、スタンプ送ります。何しますか、その集計は。一発目ですからね、しかも新年一発目ですよ、多分。先いっぱいあるじゃないですか、店のニコ生が。お酒持ってきて。さすが、分かってますね、ドバイの格好似合ってたね。あー、嬉しい。いいコメントですね。おー、絶対いいな。ぜひ、じゃあこの後、この後仕事なんていらない。全員一緒。アンケートで遊ぶ。アンケート、あ、もうやってるんですか、アンケート。今やってます。出た。え、大タイトルは誰に抱かれたい。ほら、やっぱり。そうそう。え、何時に来たんすか、みんな。さっき来た。マジですか。で、僕、お前、雪油断してるとすげえお前の頭ばっかり全面的に映ってる。いや、さっき、これ持ってくるときに、なんか、ああ、あ、止まっていたんだけど。何、どういうこと。なるみ、なるみの声の小ささが。マツコだったら、声入りにくいんですか。小木直樹、小木さん。てか、俺のこと小木直樹って呼ぶの一人だけやから。小木ちゃん。いや、違います。アンケート集計取れましたか。え、待って、僕がいること知ってます、みんな。なるみです。なあ、これ。ていうか、俺、なるみと同じあれだよ。やったー。ていうかね、レイさん、これで負けたらちょっと恥っすよ、代表。どういうこと。くそー。1位やろ、くそー。1位だ。だから俺、1位ってことでしょ。え、じゃあ、俺はリュウさん1位っす。はい。くそー。ぐいぐーい、ぐいぐーい。ぐいぐーい。勝てなかったー。そうだ、熱あるんだ、忘れてた。そうと、どんまい、どんまい。くそー。大地さんが勝てるやつしましょうよ。え、大地さん勝てるやついきましょう。お、勝てるやつ。はい、いただきます。やだやだ、なんかできレースみたいな、なんかありますか。こういうアンケートしておきたいなみたいな。リュウさんが勝つだろうっていうところに勝ちたい。ギリギリのところに攻めたいですね、それ。うん、でしかもなんかこうプレイヤーだしね、代表だしね、大体勝てる。何だったら俺勝てるから。この中で誰が一番給料上がってるか。イメージ、世間のイメージ。いや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 、世間のイメージ。いや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 、全部言ってみましょう。スーパーバイザーで、しかもバーもやってると。
代表やってる、しかも店長で、まあ、店長の中でも、まあ、結構え、どうすんで、最後に給与明細をみんな見せるの。あ、気まずい。答え、答え合わせです。結局なんだかんだ言って、いやいや、そんなこと言っても実際は違うんでしょみたいな、うん、あ、まあ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 、給与明細はできないようなね。あれ、俺こっちの角度だと、このなるみ大丈夫って言ってダイヤのピアスが、いや、話してよ、そのずっとこっち全然話させてくれないもん。話せよ、すげえ、いけいけ、カンペが、カンペがこっちで出るようになった。昔、紙やったのに、すごい。じゃあ、成美さん、タイトル CM お願いします。いいですよ、僕いいんですか、こんな重要もらっていいんですか、うん、え、な、何時からじゃないんですか。あ、補うって言うの、2人やね、2人やね。ほら、え、もういいんですか。ほら、ああ、タイミングか。誰も喋らない時間とかやばい。にもう、手が、手が、はい。タイミングを見て CM。どうぞ。ハニーは甘み。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。勝手に勝手に、あーどうぞ、はじめまして。はじめましてじゃない、カットした CM 負けた。てかさっきヒカルさんの CM 流れてたじゃないですか、うん、あの有名なオーバーの代表の、うんうん、でヒカルさんって結構いじらいキャラですけど、うん、一緒に撮影行ったら、あの人意外な才能発揮したっすよ。何、意外にね、演技うまい。すごい、意外に演技うまい。 NG 全然なかった。すごい、ほぼ一発一発。足冷た。はじめまして、雨いじられ、はい、なんか質問をどんどん言ってくれ、書いてくれたら全部素直に答えます。ジョジョン、大体ね、代表はもう何でも答えられるんでね。ジョ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 ン、そうなんですよ。店のニコ山宝くじで一回当たったよ。あ、すごい。え、じゃあ、じゃあみんなの家賃、みんなの家賃、リアルやね、それ。いやね、まあ成海はね、だってね、うん、寮になったの、うん、あ、カメラどれどれどれ。家賃、ゆうきさんは。僕ですか。僕は新宿から40分ほどのちょっと遠い場所に住んでまして、こちらなんと8万8000円でございます。よっよっよっ、8万8000円。私新宿からここからですね、歩いて安っ5分。安っ、安っ、もっといいとこ住めよ。家賃15から20の間でございます。なんか月によって変わるみたいな。え、でもリュウさんあれっすよ、そんなこのよくある昔ながらのホストマニュアル、住んでる場所言っちゃいけないをもう自分からぶっ壊したみたいなもんですかね。あ、まだまだ、だいたい円で考えて、あの辺ねみたいな、あの辺ねみたいな。あ、なんかない、なんかやろうよ。なんかジュースさんが、無理しちゃダメっすよ。はい、無理しちゃダメですよ。もう出番待ちしてる、出番待ちしてる。無理しちゃダメですよ。なるみなんかやってよ。いいっすよ。なるみ全然いい。めちゃめちゃ宅でめっちゃ面白いんすよ、ほんとに。いや、場所が悪いんすよ。じゃあそんなナルスだったら一発芸できますわ。このさっき僕が持ってきたこのプレゼントのやつ、一発芸できますわ、そんなの。やってよ。そんななるみあるまで、ささ、2、2、1、1。ゴミ袋をかぶると透明になるんだよ。はぁ、あ、見えない見えない。でしょでしょ、見えない見えない。これが仕事。だいたい営業中こんなんです。うん、営業中ならゴミ袋持って歩いてるもんね。そうだよ、だいたいね。うん、カンパして NG ワード連発やね。はい、すごい。関係ないですよ、コメントが。 NG ワード言わないと、ひどい、もうひどいひどいで、もう表示できないもん。そういうキャラ、分かった。なゆみくん自己紹介してたって知らないから。これ本当に自己紹介してもらって、マジで。うん、いいよ。
え、本当の年もいいんですか。いや、まあ、いや、もう、あ、何でもいい。平成3年の5月18日広島県出身、本名はなれみです。はい。でもなれみは本名ですからね。そうね。はい、はい、うん。で中国人やもんな、お前。ほんとどんたんよ。なあ、ルミやもんな。なあ、ルミ、うん、なるルミやて。山手線ゲームでお題ホストあるあるやって、だってむずっ。お題本名ホストあるある、ホストクラブの名前とか多いよね。え、ちょ、ホストあるあるでしょ。例えばなあ、ルミ、だ、例えばいいじゃん、今日みんな優しい、潰れましたは好きだわみたいな。お店来たらちゃんとレッドブルを。てか水商売あるあるっていうか、もうこういう業界あるあるみたいになってくるけど、そしたらニコ生どれぐらいぶりだろう。そしたらなんか、部屋目にこだわりすぎて。じゃあやろうそれ、今2分ぐらいで。はいはい。何のゲームですか。ホストあるある話聞いてた。はいはい。レッドブルウォッカが濃い。あーあー、あるあるだわ。俺っすか。誰ー、何ドバイから来ました。日本語喋れないんですかね。はい、こちら特別ゲストドバイからの資格でございます。よいしょー。タイさんは帰りました。すごい。いやでもホストあるあるってね。なんだろ。別に普通にお送りしますけど。ありがとうございます。まさかのドバイ人。大地さんだって現地で間違えてもおかしくないわね、この感じ。本当に似合うっすね、サングラスが。でもこの前僕スープカリー食べたんですよ。でも多分大地さん、これ不謹慎な話かもしれないですけど、大地さんが黒いバッグとか持って走って新宿駅とか行ってポイってやったら、そう、スープカリー。やっぱりね、この3人はね、無視すんだよ俺のこと。いつも店でも。だから俺もうここと喋るわ。あゆもやってて。なるみー、なんで画面越しなんや。近いやろ、ゼロ距離やろ。この巻き方もいっぱいあるんですよね。いっぱいある。1個だけかと思ったら、うん、そうやんないですけど。大丈夫かって。無視するんですかって。大地さん、その格好だって歌舞伎歩くんすか。うん、この雪国の中歩いてほしいですよね。雪国じゃねえ、雪が降ってる中で。あ、だからあの表にあれすわ。いい雪よけにはなってますけどね。え、見なかったっすか、あの表に。ここに積もり積もりカッパみたいないぞ。表にラクダおったっすよ、やっぱ。だって大地さんタクシー乗ってきたんな、ま、タクシーといえばラクダだからね。乗れてない、なんか。いや、だってドスッピーすもん。だからやってんすよ、こうやって。やめてくださいよ、なんなんすか。これ、もうルミさん、ちょい感じた。うん、泣かないで。いやな、なるみの味方いたよ、この味方。この会ちゃんと需要あるから、心配優しいわ。うん、優しい。何します、何も決めてないよね、なんかやることね。大体フリートーク。なんか、どうなの、あのニコ生でちゃんと決まってることなんてほぼないですよ、絶対。絶対と今年の抱負、うん、一発目ってこと。じゃあ順番に言いますか。今年の抱負、あの英会話通ってるんで。はい、まあまだなんですけど、ちょっと英語ね、喋れるようになります。抱負、なるほど。橘ゆうき、今年の抱負は免許を取るとなっております。東京だと免許必要ないからね、基本。あとどれくらいで終わるんですか。普通車の免許、車の免許。え、何時終わりっすか、うん、これ、今日。あと、もう10分もない。意外ない。今年の抱負を何名かお願いします。3分。え、あと3分で終わりっすか、ニコ7。だから、15分まで。いいよ、通ってるから。いいよ。うん、いいよ。通っていいよ。いいよ、抱負。いいよ、抱負ですか。まあ、とりあえず鼻にプロテーゼ入れて、でここにボトックス打って、でとりあえず目をガッシャーンってやって、で頭ちょっと育毛しようかなと思って、うん、であと、まあ、とりあえず乳首の位置をもうちょっと高くして、でちょっと低いからね。でちょっとちょろちょろっとあの胸毛入ってるから、もうそれも脱毛しようかなと思って。うん、みんなにキモいって言われるけど、胸毛を背投げにね。植毛したいもんな。えい、たてがみみたいな感じだ。うわあ。えい、あ、優しいわ、今日の、今
今日のみんな優しいわ、嫌だよ、うん、優しいわ、優しい、ね、乗っかってくれるもんな。え、名前あげてよ。あれこれだってさ、ナイキンバッカーの時すごかったんだよね、ディスが。あー、プレイヤー出せよみたいな、そうそうそう、なんでこのクソ会みたいな感じで、何この親父の会話みたいな。半年ぶりに出て、やっぱこうやってみんな優しいから。ナイキンだけのあったよ、結構前ですけどね。結構前、1年ぐらい前ね。優しい、俺多分想像つくもん、こうやって変えてくれてる人、優しい人たち、みんなも多分ものすごい天使みたいな、うん、優しい。朝ですよ、早く。ちょっとちなみに酔ってないよ、ほら最後ですよ、この大地締めできますっていう、このさあるあるですよね、最近、うん、あったかいコメント、ちゃんと分かってる、あのね、こういうのだけ拾いたい俺いいとこ、いいとこ取りしたい。初回でもあるっすよね、あの人じゃなきゃやだみたいな、あの指名したい。つけ回しのドニーがプレイヤーをおすすめするけど、コン負けして大地さんを送りするみたいな、ね、完全にマッカー営業完全にやめなさい、ね、せっかく持ってきたものだけどどうするの、プラズマパーティーの、あれさ、宣伝しなきゃ、代表の、いやいや、まあ、代表のね、代表ですよ、今年の抱負なんすか。東京のラーメンを食い尽くす。あ、思い出した。ダイエットして、ダイエットして、あれはダイエットして、ジュースさん聞いてください、店の方が、店のダイエットさん、ダイエットさん、フラパの、僕、あの昨日ワクラ行ってカバンごと忘れたんですよで、さっきこのニコ生来る前に取りに行ったんですよ、うん、あとあの今忙しいから帰ってって言われたんですよ。で、それでいや、2時に取りに来るから名前も言ったんですよ。だったら、いや、今やっているからみたいな。なるみのラーメンの話終わっちゃうよ。プラズマパーティーどうしますか。プラズマパーティーは、まずあのあれですね、上辺だけじゃない、本当に仲のいい店を作りたいですね。1分前、第一に。それでもう本当に1分前や、もっともっと武装して、武装、あの4インクで1番っていうか、可能性で1番取れるメンバー揃ってるんで、この格好で武装はやばいやばいやばい。1分間ないだろ。あと19日にまさきのあさってにイベントがあるので、みんなよろしくお願いします。明日です、まさきのイベント。これからもね、プラズマパーティーよろしくお願いします。クセモンばっかりやけどね、面白いから。あとグリムもあるよ。 あバーもお昼からやってるんで。お昼からまだこれ見てるホストの方、毎日行きたいと思う。見えたんかな、毎日終わっちゃうよ。いいの、行ってません。やだ、でも今日は俺タンクトップなんだよ冬、ほら冬なのに。いらない、なるの、またね。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、腹くだり紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を